ウェンディは韓国の歌手である、女性アイドルグループレッドベルベットのメンバー。本名はソン・スン・ワン、SM エンターテインメント所属。1994年2月21日、ソウル特別市場北区に生まれ、中世北道低川市で育った。小学5年生の時に単身でカナダのオンタリオへ渡り、中学時代をアメリカのミネソタ、 高校時代を再びカナダのオンタリオで過ごした。高校在学時には学校の合唱団でメインソプラノを担当し、2年連続で今年のボーカル賞とミュージシャン賞を受賞。2012年、グローバルオーディションインカナダに合格し、SM エンターテインメントへ入所。その後、SM エンターテインメントのプレデビューチームである SM ルーキーズのメンバーとして公開された。 2014年3月14日、ウェンディオブス・スマルーキス名義で、ソロ曲、悲しみの中であなたを消さなければならないを発表。本作は、男性歌手イヒョヌが1991年に発表した曲のカバーであり、東方新規のメンバーであるチャンミン主演のドラマ、ミミの劇中歌として使用された。20日には、同曲のミュージックビデオを公開。2014年8月1日、2年間の 練習生生活を経て、ガールズグループレッドベルベットのメンバーとして、正式にデビュー。2019年12月25日、SBS 歌謡大祭典のリハーサル中に、ステージから転落し、顔を負傷、右側の骨盤と手首を骨折する、大怪我を負い、活動を休止。翌年8月、事故から8ヶ月ぶりに、レッドベルベットの活動へ復帰した。 2021年4月5日、ファーストミニアルバム、Like Water をリリースし、レッドベルベットメンバー初のソロデビューを果たした。身長 158cm、血液型 O 型。英語名は、スンワン・ウェンディソン。レッドベルベットでは、メインボーカルを担当。メンバーカラーはブルー。キャッチフレーズは、涼しげな微笑みウェンディ、または、見れば見るほど、反転魅力。 歌唱力に定評があり、音色女神と称されることもある。また、ピアノ、ギター、フルート、サックスなどの楽器の演奏ができる。カナダとアメリカへの留学経験から英語が堪能で、あり、フランス語とスペイン語も習っていた。インタビューにて、私にとって、レッドベルベットとはという題目に大切な存在。家族のようにどんな瞬間でも一緒にいてくれる、ありがたい存在。 昔から夢見た歌詞という夢を叶えられるようにしてくれた、今のはエンディがいられるようにしてくれた存在と答えた。ありがとうございます。